皆さんこんにちは。メディカルリデュース合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ本日のテーマなのですが、看護師がうつ病にならないためにはについてお話しさせていただきます。まあ看護師さんの職業というのはとても激務で、うつ病になりやすい、うつ病になってしまう方がとても増えてるんですが、やはりですね、でもうつ病っていうのは真面目な方がですね、なってしまう場合がとても多いです。で、まあ、やはり真面目に考えて仕事をする、それはとてもいいことなのですが、結局それはですね、自分のストレスになって、また働き方がなんかおかしくなったり、体調不良を起こしたりしまって、その後ですね、なんか働けなくなったとか、そういう方も中にはいますので、じゃあ本日うつ病にならないためにはどのようにしていけばよいのかについてお話しさせていただきますので、もしよければ最後までご覧ください。で、まずはじめですね、1番目、小さなことでくよくよしないっていうことでですね、まあ小さなことでくよくよっても、新人看護師さんとか失敗してしまったとか、そういうことでですね、ちょっと医療事故をなんか間違えて起こしてしまった、そういうことがあってですね、まあ看護師はですね、命を扱う仕事ですので、まあ命の責任というのもある、プレッシャーがとても高い職業ですので、まあ、小さなことでくよくよするなっていきなり言われてもですね、ちょっとピンとこない方もいるかもしれませんが、でもですね、先輩看護師とかその方の先輩の方々はですね、皆さん必ずこういうことを経験して、看護師として立派な看護師として成長しております。ですのでですね、失敗は誰でもあるっていうことを考えるようにしてください。失敗は誰でもあると。で、まあ毎回言ってますけど、失敗は学習と思えっていうことで、失敗することは別に悪いことでもないですし、失敗することっていうのは学習です。それは分かる、自分がやって経験して分かること、またインターネットで載ってる答えと全くリアルで経験することが、学習ってものが全く違うことになりますので、そういうことを気にせずですね、前向きに、失敗してもくよくよしないで前向きに頑張るようにしてみてください。で、次にですね、2番目、しっかりとした睡眠をとる。もう睡眠はですね、まあ看護師さんは必ず取るようにしてください。看護師だから頑張んなきゃいけない、看護師だから勉強を一生懸命しなきゃいけない、勉強しなきゃいけないのは分かるんですけど、結局それで自分の体が壊してしまったら全く意味もありません。で、あんまりですね、もう次の復習までちゃんとしてきてとか先輩看護師に言われたとしてもですね、もう無理をしないで、寝るときは必ず寝るようにしてください。で、前日までなんでこんな覚えられなかったのとか言われたとしてもですね、まあそれも気にしないで、絶対先輩たちもですね、絶対自分たちも完璧にやれたかったら絶対そうではありませんので、そういうこと言われたとしてもですね、あまり気にせず前向きに考えるようにしてください。もう疲れたら睡眠を取る、まあ、これも当然です。で、やはり自分自身を大切にしてください。いくら看護師さんでもですね、自分自身、患者さんを大切にするのは分かるんですけど、自分も大切にしていかないとやっていけませんので、絶対に何事もですね、絶対無理をしないでください。もう熱を出した時はもう必ず休むと、まあ、またはですね、有給を使って休みを取ってリラックスをするとか、そういうことをしていただかないとですね、仕事がやはりやっていけませんし、ストレス溜まって自分も潰れてしまいますので、そういうところを気をつけるようにしてください。で、次にですね、3番目、信頼できる相談相手を見つける。まあこれは信頼できる相談相手っていうのはですね、やはりですね、先輩とか上司っていうのはちょっと難しい部分があります。やっぱり先輩とか上司っていうのはやはり愚痴みたいなものは絶対皆さん持ってると思いますし、それを愚痴を言って無礼講のように言ってですね、じゃあ改善してくれるか、そういうわけではありませんので、やはりですね、同期同士でやっぱり愚痴り合うっていうことが大切で、ちょっと話飛んでしまいますが、自分でまた悩みをですね、抱え込まないっていうこと、一人で絶対これ悩みっていうのは一人で抱え込んではいけません。一人で抱え込んで一人で解決できるものではありませんので、絶対ですね、一人で抱えて、自分はダメなんだ、自分はダメな人間なんだ、自分は看護師に向いてないからダメだとか、この人と比べてはダメだとか、もうそういう風にですね、人と比べたり全くする必要性はありません。だから自分はもう徐々に成長していけばいいですし、徐々にやっていけば全然いいですので、
ということはもう気にせずですね、もう前向きに頑張るようにしてください。もうこれが一番ですよね。やはり同期同士で愚痴り合う、これが一番だと思いますので、今ちょっとコロナで飲食とか、まあ、若干行けるようにはなりましたけど、飲食であまり長くいられないという場合もありますので、まあそういう時はですね、 LINE とか、まあ、LINE 電話とかで通じ合ってですね、愚痴り合うってことも大切だと思います。で次にですね、夢趣味を持つっていうことで、まあ皆さん、まあ、看護師としてなってです、ね、夢が叶った、でも働いてですね、ちょっと現実はとても違くてびっくりしている、まあ、そういう方いると思うんですけど、それ以外ですね、なんか夢とか趣味持ってもいただいていいと思います。まあ私はもう学生の頃はですね、全然コミックマーケットとか全然行って、まあオタクの人たちとですね絡んでですね、なんかコミックマーケットでなんかみんなでワイワー集まって、商品ゲットできたかできなかったかとか言いながらですね、ものすごくそういうのを楽しみにしながら趣味としてやってたことあるんですけど、でもですね、結局アニメとかあまりよく分かってなくてですね、なんかみんなのためにみんなで集まってワイワーするんだったらいいなと思ってただ集まってただけなんですけど、でそういう何でしょう、別にアニメとかコスプレとかでもね、全然趣味としてあっても全然私は恥ずかしいことだと思いません。全然あってもいいと思うので、でやはりここで大切になるのはですね、ストレスを溜め込まないことがものすごく大切になります。でもストレスを溜め込まないっていうのもとてもちょっとなんか難しい部分もありますよね。絶対ストレスのない人って絶対いませんので、ですのでですね、やはりストレス発散するものを見つける、こういうものもですね、必ず見つけるようにしてください。まあ、秋葉原に行ってですね、アニメのなんかアニメグッズを買ってみるとか、まあ看護師さんの中にはそんなに人はまあ女性も若干いるかもしれませんが、そんなに多くはないとは思うんですけど、そういう方も中にはいると思うので、まあそういうなんか別に旅行とかでも全然いいので、そういう趣味とかですね、自分でなんかストレス発散するものを必ず見つけるようにしてください。でやっぱりですね、ここで注意していただきたいのはですね、お酒で逃げる方って絶対います。ですのでお酒で逃げるっていうのは絶対やめてください。お酒で逃げてですね、結局なんか事故を起こしてしまって警察方になったとか、そういう方も中にはいますので、お酒で、まあ、みんなさんで集まってお酒で、まあ、酒乱ぐらいにならないまで、そこまでして皆さんいっぱい飲む方はいないと思うんですけど、無理し、で、なんか、記憶を忘れるぐらいまでお酒を飲んでですね、ストレス発散するみたいなことをやっていますと、警察方になってしまったり、自分の体を壊してしまったり、また交通事故を起こしてですね、人をひき逃げしてしまったとか、そういう場合もありますので、絶対このお酒で逃げるっていうのは絶対やめるように気をつけてください。まあ、看護師さんの中にもストレスあると思うんですけど、まあ、お酒で逃げることはやめましょう。本日は以上です。